はい、いました。フロンタ君と東急の方々、手を振っていただきます。皆さん元気よく左側に手を振ってください。はい、東急さんから入った情報によりますと、ノルルンちょっと大きすぎてマスコット立てない、マスコット2体は難しいという、逆オファーがありまして、ノルルン残念ながらリタイアということで、皆さんを今轟でお待ちするために競技場の方に向かっておりますので、ここはフロンターと東京の方だけでお見送りとなります。ご了承ください。また競技場に行った時ノルルいますので、いっぱい交流していただければと思います。45号線、線上中の運転保安官の吉田。